ちは、ラフィナロフ木塚です、はい、ウルソンの上田と申します。よろしくお願いします。はい、で今日ご協力いただきます。はい、じゃあ一緒にお願いします。初登場ですね。はい、ウルソン橋本です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。皆さん来ましたよ。ようこそ来ましたよ。伊東へ、伊東へ川のホテルへ。川のホテルへ。どうですか。すごいですよすごいですねあの絵を、はい、写真を拝見してましたけど、はい、あの来てテンションが上がるって、はい、って感じですよ。もう我慢できなかったですもんね。もうとりあえずやろうとりあえず、ね、いや天気も今日は最高で、最高ですよ。上田さん珍しい、珍しい暑いか寒いか、どっちかだから。暑いです今日。暑い。どっちかというと、どちらかというとまだ、あ、そうですからね。そうですよ、あんなに寒かったのに本当ですよ。やっぱり芝が似合う。さすが白シャツで。ちゃんと準備してきましたよ。この天然芝のコートでぜひこのプロスタッフを試していただきたいと。オムニじゃないですか、ね、今回これ撮影の時にもこれ話出ましたね。ナチュラル貼ったらいいでしょうって言ってたら、ちゃんと上田さん分かってる。用意させてもらう。用意してきました。しかも細谷張りですありがとうございます。細谷さんに、細谷さんに貼ってもらってます。細谷さんについてはこの後ほど、ね、ご存知の方が多いと思うんですけども、改めてですね、ナチュラル16の46ポンド、はい、ウィルソンナチュラルの方ですね。ウィルソンナチュラルです。はい、はい、バッチリです。絶対いいに決まってるんじゃないですか、はい、いいに決まってます、はい、いいに決まってます。もうシャープな打感がより感じていただけると思います。はい、はい、この最高のロケーションで、はい、改めて、はい、プロスタッフでナチュラルをちょっと打ってちょっと楽しく提出してる風景をね、撮れたらなと思いますので。いや、もう最高のロケーションと最高のコートなので、はい、あとはうちの橋本が頑張ります今日この格好でこうなんかスタイリストにテニスしちゃうとかじゃない。いやいや違う、それもかっこいいですけどね。ですねそれはロジャーにお任せ。ロジャーにお任せ。ロジャーに乗っかってない感じなので、ね、はい、なんでちょっと今日は橋本さんにご協力いただいて、はい、ヒーティングしていただきますので、このふかふかな、あの歩いてると本当にあの柔らかいなっていうのが分かるんですよね。全然踏み心地が違いますんで。で、あのボールが、いきますよ、ボールいきますよ。よくサーブのこれですよね。これつきますよね。はい、って言ってるので左利きです。はい、始めます。おじさん足動いてないです。あのこう絶対みんななるからね、マジで。最初ね、最初前目に入っておかないと危ないんですよ。あ、はい、ごめんなさい。あ、なんかいい音してるな、ナチュラルの。ナチュラルのこう軽くよく飛んでる感じの音がしますよね。あのすごいあのボールが弾まないですごい丁寧に振ってるんですけど、あの結構ボールが滑るものでガシャったらごめんなさい。あ、ナイス。はい、このボールが飛んできてる軌道よりも跳ねてないのが見えますかね。結構速いんですよ、コートがね。橋本さん意外と安定してる。橋本さんうまいあー僕の方が安定してないごめんなさい。いい感じよ、いい感じよ。ナチュラル良さそうだな。いや、あのしっかりこう飛んでると感じと当たった時の感触は全然やっぱ NFT ともまた違う。よいしょ。まあ、楽しそうだな。なんか NXT で打った時よりもすごい真ん中で当たった時の柔らかさが分かるね、やっぱり。出さないでよ、出さないから。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にどうでした。とりあえずやっぱりこういうロケーションだな、うん、まあ楽しく感じますよね。楽しいでしょそれは。もう、うん、テニスコートって囲われてるじゃないですか、はいはい、これ囲われてないっていう、この開放感がすごい広いし、やっぱりこの本当に視界的にすごい開けてるのが開放感がすごい気持ちいいと思う、これは、うんうん、でこのやっぱり芝の感触、
歩いててフットワークしててもこう柔らかいっていうのがまたちょっとプレーしてても楽しいですよね。だし膝にもなんかやっぱ優しいですよね絶対ね。あのただボールが思ったよりも跳ねてこないので、うんうん、あのその点はねあの僕の一球目みたいに皆さん絶対にありますね。この天然芝って跳ねないっていうよりもボールが弾みにくくて滑ってくるような要素が強いので、うん、テンポがやっぱりちょっと速く気持ちいいテンポのラリーがしやすいんじゃないかなと思うんですよね。なのでその点でもこう楽しくラリーができるとかそういうのは慣れてくればあると思いますし、あとはナチュラルどうですかこれやっぱりいい、いいでしょう。あの NXT で打った時にもう真ん中であ柔らかいなって分かってた感触が、はい、ナチュラル貼るとより分かる。あやっぱりちょっとな NXT で打った時にはハードに感じた部分もナチュラルで使うとやっぱり気持ちよく飛んでくるのでいい感じでしたんです。ぜひこのラケットで自分でスイートスポット見つけてもらって、そうですね、点でたわんでバンって戻って気持ちよく飛ぶその感触がすごいやっぱり気持ちいい。ポケットありましたか。ポケットありました。ちょっと外れたの多いけど当たった時にやっぱり気持ちよく飛んでるのが全然やっぱ違うし音も違う。そうです、やっぱりこれはね味わいたい人は一回貼った方がいいと思う。貼ってる人もスペシャルですからね。今日貼っていただいた方も貼っていただいた方もスペシャルです。仕上げもスペシャルです。良かったです。ごちそうさまでした。いやいや、もう満足しちゃって。もう満足しちゃった。どうですか、初出演で。テニスとりあえずうまい。いや。テニスをやってたんですね。やってたこともあります。やってたこともあります。いや、そういう感じじゃないレベルだった。そんな感じじゃないですね。ですね。僕も今日初めて見ましたから。初仕事ぐらい。素敵でした。ありがとうございました。本当に。とりあえずもごちそうさまでした。大変満足です。よかったです。勝手に大変満足です。まだありがとうございましたじゃないです、ね、まだこれからも皆さん一日長いね。長いですね。今日はこの後長いですよ。もう今日の回はもう僕出ないかもしれませんのでよろしくお願いします。あと素敵な景色ばっかりまあちょっと違うシチュエーションでまたちょっとそうですね、はい、いただければと思いますので引き続きよろしく、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。